ジャニーズ事務所の新たな展開と、戸辺の衝撃的な合流、ファンの熱狂とメディアのガイドライン。ジャニーズ事務所から派生した新会社、戸辺に受ける平野使用と神宮寺雄太の合流が発表され、これによりジャニーズファンやメディアに大きな衝撃が走りました。この記事では、彼らの合流についての注目度やファンの反応、さらには新たな、ジャニーズガイドラインに関する情報を取り上げ、 ジャニーズ事務所とトベの展開がどのように業界に影響を与えているのかを探っていきます。セクション1、平野志陽と神宮寺ゆうタのトベ合流の衝撃。平野志陽と神宮寺ゆうタがもともと所属していたキング、プリンス、キンプリからの脱退とトベへの合流が発表された経緯について説明する。合流発表の生配信が100万人以上の視聴数を獲得し、再生回数も600万回を超えるなど、 ファンの熱狂が伝えられている。新会社飛べにはファンクラブが開設され、入会待ち時間が720分以上に達するほどのアクセス集中が起きた。飛辺の公式インスタグラムも平野が1日で200万人、神宮寺も150万人以上のフォロワーを獲得し、フォローできない状態となったことが報じられている。セクション2、ジャニーズガイドラインの導入。ジャニーズ事務所と関係の深いメディアで、 ジャニーズガイドラインと呼ばれる新たな指針が導入されたことを報じる。ガイドラインの目的は、ジャニーズ事務所劣勢イメージの回避やタッキー優勢の表現を避けること、ジャニー北川氏の名前をなるべく避けることなどである。情報番組の制作陣やゲストコメンテーターたちが、ガイドラインに沿った制作や表現を求められ、状況に対応するための抜け道を模索している。ジャニーズファンやメディアは、 ガイドラインの導入によって情報の制約や表現の配慮が生じることに戸惑いを覚えている。セクション3、ジャニーズ事務所とトベの新展開。平野志陽と神宮寺祐太のトベへの合流により、ジャニーズ事務所とトベの新たな展開が始まったことを探る。ジャニーズファンの間では、新たなプロジェクトやグループの結成が期待されており、これによってジャニーズの未来に新たな風が吹き込まれると期待されている。メディア業界では、 トベがどのような戦略を展開していくのか、競合他社との関係や影響力などについての予測や分析が行われている。セクション4、三宅県による予告と衝撃の継続。平野志陽と神宮寺雄太の合流に続き、三宅県が新たなメンバーの合流を予告しており、これがジャニーズファンに衝撃を与えていることを伝える。今後のジャニーズ事務所及びトベの展開に対する期待や予想。 そしてさらなる衝撃の可能性について考察する。平野紫耀と神宮寺雄太の渡米の合流は、ジャニーズファンやメディアに大きな衝撃を与えました。ファンの熱狂や渡米のアクセス集中、さらには新たな、ジャニーズガイドラインの導入など、これらの要素がジャニーズ事務所と渡米の新展開にどのような影響を与えるのかについて考察しました。今後の渡米の戦略や新たなメンバーの合流に対する期待は高まりを見せており、 ジャニーズの未来がさらなる躍進を遂げる可能性があることを示唆しています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。